おととい、平取町で木造平屋建ての寺が燃える火事がありました。この火事の原因と見られているのが、寺の僧侶は蜂の巣の駆除に火を使っていたと話しているということです。札幌市西区でも先月、アリの駆除が原因と見られる火事が発生しました。住民の男性が使っていたのがバーナーです。札幌市内のホームセンターです。売り場には様々な種類のバーナーが並んでいました。雑草の処理で使われることが多いですが、害虫駆除にも活用できるといいます。害虫っていうのは成虫と卵の状態っていうのがあって、実は卵の状態だと薬って非常に効きにくいんですよ。なので、炎で炙ることでその卵まで駆除ができるので、害虫の駆除に関しては、炎が非常に効果的っていう側面があります。こうしたバーナーの火力はどれぐらいなのか、実際に見せてもらいました。かなり火力はこれで十分です。だいたい1300度ぐらいですね。生えていた草はあっという間に燃えて真っ黒になりました。使う際には細心の注意が必要です。さらにもう一つ注意すべきことがあります。これでもうついてるということなんですね。本当に簡単に火がつくんですが、こう持っていても火が全く見えないですね。ガスを燃料とするバーナーは屋外の明るいところでは透明に近い色となり、炎が見えにくくなりました。思わぬ場所への燃え移りなどに注意が必要です。建物とかそういった燃えやすいものからは3メートルぐらい距離を取っていただくとか、細心の注意を払って使っていただくっていうのが、まず必要かなと思います。札幌市では2019年から昨日までにバーナーによる火事が39件発生しています。そのうち29件はガスボンベに取り付けるタイプのバーナーでした。今年は例年を上回るペースでバーナーによる火事が発生していることから、消防は注意を呼びかけています。ボンベに取り付けるタイプのものはホームセンターなどでも購入できますし、操作も非常に簡単なので一般のご家庭にもある場合があるかと思うんですけれども、製品にごとにですね、使用方法異なりますので、必ず取扱説明書を確認いただきたいです。道内で相次ぐ害虫駆除が原因とみられる火事、火を使う際にはバーナーの特徴を理解して細心の注意を払って使うことが必要です。